ラッサッラッサ。今日何やるんですか。今日は、まあ、アパートの、まあ、現状っすよね。うん、まあ、現状プラス、まあ、図面を出そうかなと思って。現状して、でそこから職人たちにその現状した紙を渡して、職人たちが図面出して、そこから材料の数を拾うんですよ。現場調査とかね。じゃあ今日現場調査です。必ずうちではその見積もりに足場の職人が現場面に行くんだ。そうですね。でどうやって組むかっていうのを、はい、簡単な図面引くってことね。そうですね。どういう材料を用意したらいいかとか。そうですね。今日は、まあ、下見プラス、まあ、図面まで、はい、ちょっと変えちゃおうかなと思って。あ、図面まで変えちゃう。はい。で、ちゃっかりこの宣伝しちゃう。行ってみよう。はい、よっ。はい、ちょっと撮影許可取って、今撮ってますんで。はい。まあ、基本的にまず敷地幅を見るんですよね。フェンスまでは立てれないんで、足場を。まあ、基本的にはもうブロックの中ぐらいまで敷地を見て、で、そこからまあ上の軒ですよね。まあ、今回この軒がないんで。で、まあ、軒がある場合はまあ空中で上に張り出すんですけど、軒がないんで多分これはこのまま真っ直ぐ行けるんです。こっちがまあ630ですね。ブロックまでの幅が。でここはちょっともうちょっと狭いもんな。そうですね。斜めになったってことだな、敷地が。そうですね、230ですかね。230ズレがあるんで。うんうん、はい、向こうは630敷地幅があって、こっちが400しかないんで。400しかない。はい、うん、まあそれでも建物に対して斜めには組まんだろ。斜めには組まない。建物に対してまっすぐ組まっすぐなんですよ。これが400だったら、うん、ジャッキの80、まあ、ジャッキって150なんですよね。うんうんうん、あの下の皿みたいなやつが、うんうん、150あるんで。あ、そこまで計算するんだ。80マイナスにして、まあ、離れが320ですかね。うん、あ、ここだとあのジャッキ の、 あの四角の下のベースの部分な。そうです、ね、あれが150150で300ある。そんなにないでしょ。150です。150あるんで、うん、半分切ったとしても75あるね。75で80大体まあ引いて、うんうんうん、まあ、320ぐらい立てれば、まあ、このブロックの内側で全部立てれるんですよ、ね。あ、でちょっとそれ逃げた計算 で、 そうです、ね、立つよってことだね。逃げて計算で、まあ、ここをまあセンターですかね、うん、センターでまあ立ってくるんですけど。そうするともうここがこういう風になるよっていう計算がつくんか。そうですね。あ、もうそれで頭いいねこいつね。まっすぐ行けるんで、数字見ただけでどう風か分かっちゃうんだ。すごいなそれ。俺もこれ見ただけでラインスタンプってすぐ分かっちゃうけどね。いくら入ってくるか分かるんですか。50円ぐらいしか入ってこない。別にこれ別に儲けてやってるわけじゃない。趣味これね、あの YouTube 出てる子、はい、メインで俺結構これ使ってるから。みんなにこれ送ってるから俺。僕よくキャバ嬢に送ります。そしたら大体次の日同じスタンプ買ってきますよ。嘘、買ってくれるんだ。安いんで50円だね。50円だ。会社に入らんでしょ多分。あれ入ってんのかな、あれなんか、うん、で、でまずあの簡単な図面描くんですよ。パッパって描いて、あとで清書するんだ。あとで清書します。うん、今ここが裏っすよね。裏、裏、正面、うん、正面。敷地幅はここ斜めなんで、うん、でここで400。ああ、なるほどね。で、内々で630。内々っていうのがこの壁から、うん、このブロックの内々って、内々ってことね。はい。ああ、そういうことね。まあ敷地内でね。そうですね。はい、で、あとまあここはもう敷地幅は測ったんで、うん、あ、建物の長さですね。長さ。5600です。うん、5600建物があるけどね。はい。はい、5600って書いて、うんうん、これをずっとまあ繰り返し、まあ、4面測っていくみたいな感じなんですけど。うん。で、これ使ってない、みんなね。これ使ってない。頼むね。なんか喋ってみて、もうちょっと聞いたのか。あ、この花だね。ここのまあ敷地幅が740しかないです。うん。で、ただこっちの場合だと740に対して軒がすごい入れてるんですよ。うん、ああ、なるほど。軒ってそれ。軒って入れてるから軒だ。あれが？あれが800出てるんで。なんで800ってわかる？あ、スケールで測ってるんですよ。あ、ザクッと。はい。あの800じゃなくて750でした。750。750です。そんなわかる？50単位でわかる。わかります。これは50円って俺はすぐわかる。50単位でわかる。でも750出てて敷地幅が740までしかないじゃないですか、ブロック。ってことはこの敷地とギリ出てどんだ。ブロックとつらい位置出てどんだなこれ。なんで、まあ、こういう場合はもう上で張り出すより、うん、あの上で張り出すとまあやっぱ安定しないですよ。ここまで長いと、うん、距離が。あ、距離があるとね、こっち長手だもん。20メーターぐらい、15メーターぐらい。そうですね。うん、なんでそういう時はもう僕らフェンス外すんですよ。あ、もうこれ外しちゃう。はい、うん、フェンス外したら逆にブロックの外まで行けるんで、うん、890あるんですよね。うん、はいはい。890から80引いても810ぐらいあるんで。なんでまあ、この上にジャッキ乗せて組む。そうです、組めれるんですよ。それを図面でどうやって書いていくの。まあ、うちで740って書いて、うん、まあ、ただもうこっちでフェンス外し、いくつって言ってたっけ。880ですね。880、はい、
視聴者の皆さん分かるかな、結局上に軒天があるもんで、ね、軒天があるからここにジャッキいっぱいくっつけて立てても、こう上行った後にこのシュッてあの逃がす材料を使わなかったらしい。そうですね、これ長手だもんで 15m、20m ぐらいあるから、はい、その安定芯からじゃあここの上にね、このブロックの上にジャッキを乗せることで結局トイをかわせるもんね、上ね、はい、うん、そのこっち側の建物があるんだよ、はい、そうするともうそのままズドーンって上まで抜けていけるから安定するでしょ。それの痛いわけ、彼は。そうですね、うん、でこちらも長手測ってくる。こちらも長手測ってくる、うんうん、あれがね、出とるもんで、で、相手測ってくる、うん、まあ多分 15m ぐらいなんてくるかな。8500+5400+255だで 16.5 っすね。16.5m、この長手がね、長手っていうのはこの奥までの向こうの角までは、はい、あの角まではこれ50円角まで50円でございますまあそこだけは控えておくとね。で材料がなんぼで割りが出るかっていう。そうですね。で、そこからで、こっからあと車ですよね、駐車場なんで、うんうん、駐車場の場合はもう、まあ、スパンも短いんで、うん、あとはまあやっぱこんだけ、まあ、敷地があるんで、まあ、こういう時はちょっと前に出してもらいます、車を。そうですね、足場がこう出てくるもんでぶつかっちゃうもんで。そうですね、ここはもう、まあ、1m でも組めれるんで普通に前に出してもらえたら、うん、あので 1m で組んで大盤で400でいくってことか。そうですね、大盤で。そこはもう計算入るわけです。計算、それをどうやって図面に起こしてるからな、あとは。そうですね、玄関の干渉してるところとかあります、うん、でももう 1m いける場合はもう僕ら OK って書くんですよ、うん、っていうのは、あ、これ 1m 以上もう、あ、もういけますよっていうので、もう別に干渉ないからいいよ。そうですね、細かい数字は別に拾わなくていいんで、うん、でまあ、こっちもまあもう 1m 以上組めれるんで、うん、あ、こっちも 1m 以上組めるわね。そうですね、 OK で組むってことは、じゃあこの中に組むってことだね。この中にも組みます。この中に足場をついてくるって、はい、1m どこから出して 1m、 うん、もうバルコニーから 1m、 バルコニーの面から、面から 1m、 ああ、で取れるならもう別に問題ないよってことで、うん、でもうで、あとはもうここの、まあ、下屋根じゃないんですけど、うん、まあ、玄関のひさしの部分、ね、うん、これどうやって組むの。これはもう1のステージで組んでいきますよ。もうめんどくさいんで、うん、このこう組んでこう割ってこう組んでこう割ってとかだとめんどくさいんで、ああもうズゴーンと外に組んで、はい、で中にも組むってこと。中にも組みます。ああそういうことか。なのでこのバルコニーを基準にして、うんうんうん、もう外に組んでいきます。ああそういうことね面白いでしょこのね、ラインサンプね、結構あるよ、20何個あるでね。またみんな買ってね、またこれだけ買ってください、うん、ちょいって俺これだけは捕まえようでしょで、あとはそのバルコニーの中にも足場組まないといけないんで、うんうん、内壁の寸法だけ、うん、この間が2600。あ、このバルコニーも測って、この間も測る。そうですね。なんですか、縦地の位置が変わってくる。そうです、例えばもうこう足場をもうこう例えば1800で来た時に、うん、この中も足場組まないといけないんで。ああそうかそうか、ステージみたいにして、うん、外にも組むんだけど、でここに外にも組む、これバルコニーね。そうですね、でここにも組むんだけど、この中にももう一個縦地が通ってくるってことだろ。そうですね、で2本通ってくるってことだね。2本通ってくる。で内側に板が2列になるみたいな感じだね。板が2列になる、うん、まあ、こんな感じですね、ザクッと、まあ、ザクッとこんな感じだね。であとはまあここがつまになってるんで、ここがちょうど見てつまになってるんで、そこの部分が向こうと違って余分に材料がいるようになるんで、つまがどれぐらいあるか。つまっていうのはこうなんていうんですか、合掌っていうんですかね。ああ、合掌のところね、あの斜めのところね。はい、はい、ちょっと気になったけど、あれがつま、あれが分かる、あれ幅、あれ、そうですね、幅ですね。あれっていうのはその一番立ち上がったところから、はい、立ち上がったところっていうか斜めになり始めたところの両サイドからの幅がいる。そうですね。なんで、あの職人によっても違うんですけど、うん、まあ、あそこ、こうなってこうなっとるよね、はい、でここからの幅が知りたいところ。そうです、ここからの幅が知りたいです、うんうんうん、ここから結局こういう風に来た足場を普通に1800でまあ組んできた時に、うん、まあ、その1800の高さで入れたい人とちょうどあそこから1800下がりでその入れたい人と、あ、どういうことどういうこと、こうやってで、基本的にこの足場はこう来るじゃないですか、例えば、うん、こうやって、うん、ただここと基本的にはここの間が、あの軒からその一番目の作業所が1800下がりで組んできてるんですよ。あ、はいはい、ちょうど手が届くように、この高さに合わせて1800で組んでくるんだ。そうですね、はいはいはい、で、次またここで入れると次ここに板が入るんですけど、まあ、ここから1800下がりの板、こことここ、ああそうか、ここ1800の高さだもんで、はい、あ、ここがね、1800になるとね、はい、上がってくるもん、ここから1800下がってるもんで、足場の1段、2段、3段が1800になってくるね。そうですね、うんうんうん、で、まあここの高さが例えばもう1200だったとするじゃないですか、
ここの幅がね。そうですね、妻田の、まあ、次1800で組んできた時に1200だったりすると、うん、職人がやっぱ作業しづらかったりするんですよ。あ、ここがそう、塗装の職人が、はい、1200だから狭いと言われることもあるんで、そういう時にはここがまあ大体4コマなんで1800で、うん、1、2、3、1、2、3、4コマで1800なんですけど、うん、こう 2コマ目に逆に1200だったら、うん、アンチを入れて、うん、ここですね、アンチを入れてここで1800にしてあげるっていうんですか、ね、ああ、そういうことで、ここ通れなくなるじゃん。それはなんでこっちはダブルで組んでくるんで、この腰に入れるところだけシングルにしてあげるとか、あっていう風にやると職人が1800下がりなんで、まあここの板からもちょっとブラケット出してトントンって登れるような感じ。ああ、そういうことね。要は板を短くして下も通れるし上も通れるような、はい、そうですね、階段みたいな感じ。そうです、あの床階段みたいな感じになると思う、はい、ああ、なるほどね。にしてあげる方の方がまあやっぱ職人も喜ぶんで結構。ああ、そうね、あの上が出とるもんね、あそこが、はい、あそこの裏塗りたいでな。そうですね、裏塗り、うん、だって1200だとこう寝転がってこうやってこうやって塗らなあかんでってことだな。そうですね。ああ、なるほどね。なんでまあここの寸法を知っておくと、うん、例えばじゃあまあここが5400だったと、うんうん、した時にじゃあここのまあ腰の位置に板を入れるのが3枚でいいんですよね、うんうん、1800、1800、1800で、うんうん、インパサブロック54なんで、うん、5400、うん、そうするともうここでまずあのじゃあシングルが3枚だねっていう計算ができるんで。ああ、そういうことか、まあ、その枚数も出さなあかんもんね。そうですね、この寸法を測ってあげると3枚なのか4枚なのかをちょうどピタッとくるわけでもないしな。そうですね、ちょうどピタッと組んでったらなんでそこでまあ割ったりもあるんで、例えば900にしたりとか。あ、そういうことね、はい、あ、なるほど。なんでまあここからここの寸法とここからここの寸法を測れば、まあこっちの方で逆算して、まあここから細かい清書するわけだ。そうですね。はい、じゃあ残りは事務所でやりますんで、温かいコーヒー飲みながら図面の清書を取りたいと思います。レッツゴー。これはまず、うん、まあ僕が書くんですよね、うんうん、まあ書かない人もあるんですけど、うん、でまず、うん、まあパパッとこう図面書いて、うんうん、でまあ、今書いたやつを清書していきます。でもこんなに書くやつはおらんけどね、まあ、僕ぐらいさ、ここまできっちり書くの。まずこっちの敷地幅が400しかないもんで、A が3600の柱、B が2700の柱、うん、で結局3600、3600とか書けないじゃないですか、うん、細かくなっちゃうじゃないですか、うん、なんでもう簡単にサブロックは A 柱とかっていうので、まあ、AA とかやって書いてるんですけど、うんうん、まあ、あとまあみんなちょっと多分やり方違うんですけど、僕はまあこういうこうやってまあ離れっていうんですかね、うん、まあ、壁からまあ足場までの離れってすごい大事だと思うんですけど、うん、離れを僕はまあこうやって書くんですよ。もう壁から足場までですよっていう、こうピンピンって引いて、うんうん、でここは800。ああ、もうかが足場の離れも決まってんだ。そうですね。でピピってここは320と、うん、もうみんな多分ここに書いたりとかするんですけど、うんうん、まあ、これだとベトナム人もちょっとあの分かりにくいんで、うん、例えばじゃあここの離れとここの離れがあるときにここにざっくり書くんで、どっちの離れですかってなったりするときもあるもんで、うん、あ、まあちょっとめんどくさいんですけどこっちの方が、うんうん、まあ、こういう風に書くようにしてて、うん、まあこんな感じですかね。なるほどな。なんでこれを使って結局トラックに積み込みで職人が積み込み、これ見て積み込みなわけ。これ見て積み込みしますね、うん、その数まで出さんの、この右とかに例えばこれじゃあ3番サブログが何本何何何本みたいな材料表っていうのがあるんですよ、多分 前の動画とかでも上がってるんですけど、そこに書いていくっすね、うん、でまあ、これはまあ1、2、3、4、5、6、まあ、ここからもずっと全部拾って、まあ、サブログが何本、うんうん、まあ、ジャッキも何本、うんうん、っていうふうに、まあ、僕ら出してて、うん、まあそうすることでやっぱり間違いがないですよね、うん、とあとまあ次バラシがあった時に、うん、そんなに材料も載せてなくていいですし、うん、まあ化石祭っていうのがないですよね結構なんか。あ、トン数も出るんだ。トン数も全然出せます。トン数も、うん、どんぶり勘定とかで結構みんな足場さんとかやったりするんですけど、うん、どんぶり勘定だとどうしても残った材料とかが、うん、例えばじゃあ薬物手すり全く使わなかったってなった時に、うんうん、次のバラシでまた薬物手すりがドサーッと出てきた時に積むところに困ったりとか、あ、またドバ帰ってきてからじゃあ資材を下ろす、まあ、資材積むにしてでもそうですけど、そこであの、まあ、手間を食っちゃうんですよね、うん、わざわざ別にいらん材料まで下ろしてとかっていうのがあるんで、段取りやっとくことでギリギリの材料じゃないけど、まあ、そうですね、ある程度、まあ、ちょこっとずつぐらいは余分持ってって、そうですね、余分持ってって、まあ、効率はもう 100% 上がりますよね。あ、 100% 上がっちゃう。 100% 上がります。
100% は言い過ぎたかもしれないです。 120% ぐらいですその割に肉削れんじゃん。あれあれもうちょっと削ってじゃん。あ、分からんっすよ多分カメラ回しなんですよ、カメラ。そんな感じです。はい、今日の動画は勉強になったでしょうか。はい、まあ、最近ね、たまにこういう真面目な動画をちょっと作ってますけど、はい、またちょっと面白いのはね、ね、やっていこうと思います。はい、じゃあチャンネル登録といいねよろしくお願いします。よろしくお願いします。また見てね。また見て。